はい、どうも、こんにちは。ひろみんと申します。では、続きやっていきましょうかね。はい。でですね、ちょっとパーティーをね、編成し直しました。あの後ね、ちょっとジュエルが溜まったので、3ジュエル溜まったので、ちょっとレアキャッチをにしてみて、パーティーをね、ガラリと変えました。まず紹介だけしていきます。まあ、ここまでは同じだったんですけど、ここからですね、まず、この菊太郎が新しく参加しました。ロックアイスってやつで、これ3体にね、同時攻撃できるアイス、氷技のキャラですね。で、次。まあ、これ電気ね。電気タイプの静電気ちゃんですね。で次この人、この人なんか力を強くする系のやつですね。通常攻撃を強くする系のやつで、これが岩系の攻撃ですね。アースマさん、ちょっと顔がねいいね、この子の好きだわ、この子の顔。あ、トーマ、この人は光だね。光のいいよね、なんかこのマークね。という感じでこのメンバーでやっていきたいと思います。でですね、ちょっと導入しなかったんですけど、まあ、ステージ3はもうちょっとクリアしちゃったんで、まあ、次ステージ4いきますか。まあ、レベル15らしいんですけど、今みんなレベル18ぐらいあるんで、まあ余裕なのか、余裕なんじゃないかなっていうのがあるんで、とりあえず行きましょう。アカシブースト持って出撃、ゴールドも出撃。妖精のね、風の音。妖精さんは一体どこにいるんだろう。妖精がいそうな音楽とは思えないけど、あれ、あんなところに、なんでこんなところにいるんだろう。読めるでしょ。うん、本用では、あ、氷技なのかな今回は。あ、葉っぱの服とか風タイプあるわ。ちょっと一個ずつ買っていこうか。技が強いんだったらさ、いいんじゃないのこれ。暗号は必要だよ。青いヒロが探してみてもいいよ。これは？これ関係ないの？暗号ね。なるほど。何あれ？あ、青木の感じだ。でもないのだ。あんまないの。わぁ！ 17 レベルだ。まあ、通常攻撃でいけんじゃない？よし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 。350ゴールド。あ、これじゃない？あんまない。ほら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 。殴って。力こそパワー。ほら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 。レベル18、そろそろレベル上限に行きそうですね。あれ、ゴールだな。でもここでゴールしたらダメなんだよな。
もうちょっと探索しましょう。あ、村人いいんじゃん。下丸ボタン、ちょっと待って、これメモしないと。これ丸ボタンって何。うわー、リーフホックだって。おら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 、もう19レベルだし、もう余裕なんじゃないですか。ステージな、このステージ。お、1000G。いいね。あれ、どうやって行くんだろう、あれ。なんか隠し通路とか？先に進みますか。ああ、ああ、はい、もちろん来てくれないし、来ないし、まあ来ないだろうな。こんなとこ逃げてたらな、だらモンスターうじゃうじゃいるしね。知りたくねえよな。あ、まあ奥さんがいいんだったらいいじゃん。買い物に行くのも大変だわ。じゃあそのお金もらってきますね。うん。特になんもなさそうだな。あ、え、回復ここで？めっちゃ経験値もあった。AP は増えない。こっち側は登るんじゃん。あ、こっちじゃない方がいいな。反対側だな。あ、てか青いよ。あ、じゃんじゃん。何もないよな。さてさてさ。じゃあちょっと下行くか。あ、いるやん。あ？道、寄り道したくは光なき道を進め。宝って指くは勇気を示せ。あ、光なきってことは、こっちはあれなんだ。おーい！あ？え？そうやん。あ、やばいぜ。どっかに行け。おお、素晴らしい。いる。いいマジで。頑張れ。学籍。よし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 。ええ感じよ。どこです？よしよし、ダウンはしないね。これで6回数 OKOK。 氷技やっぱ弱点つけるのいいな。でけえわ。 85 強っ。ほら、よかわしていく。通常、あとは通常で殴れ。
いいね、レベル上限。レベル上限？よっしゃ。ジュエル1個。イエーイ。これ戻るの？どうやって戻るのこれ。また下に戻ってなきゃいけないこれ。あ、ここに戻ってくるの。左三角ボタン。メモしました、メモしました。カズノマント。ぬいぐるみ。え？ぬいぐるみは背中か？HP 自動回復。え、これだけ？あ、え、あ、無理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 。あれは勝てない。あれは勝てない。31レベルはちょっと、ちょっと無理かな？ちょ、全滅しかねない、あれは。じゃあ、ここで回復しよっか。どうした少年、なんだこいつ。お、泳げんの。うまちょっと待って、どうも誤解みたいだよ。もう許してあげてよ、おさるさん。ちょっと空気読めないの。主人公空気読めない。普通に20レベルな、20レベルなんだけど、普通に敵が。いた！ダメ、攻撃力が上がった。よしかぜ。よしよしよし、弱点。もうアンテナパワーでボコリ押すから、これは。光光線。おぉ、光タイプの弱点。もう体力半分じゃん。いけるべ、これ。うわぁ！まずい。うわ、まずい。いてぇ、全然風声聞こねえじゃねえかよ。なんだあのおっさん、あの売りつけてきたやつ。あ、デトラブじゃねえか。ふざけやがって。
復活使うか。復活使うか。攻撃ダウンの呪文。おお。あ、アスマさん。アスマさんだけ。よし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 。大した経験値もあんなかったな。ロッカーズ妖精さん。はいはいはい。じゃあね。120ゴールド。うわ！おい、それはないぜ。え、またこれ落ちる系じゃん。待ってくれ、これ落ちてって大丈夫か。これでいいか。お、風を手に入れた。そのまんまだな。オッケー、じゃあ行きましょう。ある妖精だね、明らかに。妖精さん、はーい。その見た目。下等な生き物、ふざけんな。なんか差別されてんだけど。お前が分かんないからだろう。団子4つ？確かここに登る青い木の上もだ。3つしかないけどな、今のところ。ちょっとやってみよう、とりあえず。こっち。あ、いけたんじゃない？どうこれ。あ、え、妖精いけた？どうこれ。え？わかんない。いや、行くか。う、ちゃうやんけ。倒さなあかんの、こいつ。じゃあね、私が、右を見つけてないばかりに。そうか、三角じゃなかったということか。行くぞ。痛すぎな。俺らの生きるぞ。今までいくら戦ってきたって言うんだ。ほら、いいぞいいぞいいぞ。いやー強いな、ちょっと。うぅ、はぁ、嘘やろ。
チリ品やってこれ。お、強い。クリティカルヒット。痛すぎマジで。普通に負ける可能性あるマジで。落石殺せ。これでとりあえず1体殺せ。殺せ。死なねえか。マジでやばい。おお危ない危ない。あ外れ外れ。 OKOKOK。 ほらほらほら、まずいよ。切ろう。あ、まあ、攻撃少ないならまだいいわ。いや仕方ない。ほら。一体ならいけるやろ。よし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 。これで決めろ。ほら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 。よし。いやマジで終わったかと思った。こんなとこで死ぬわけにいかないんだよ。え、三角にしたから次丸だ。これじゃない？色的に。よし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 。こういうとこに隠し扉があったりしないよね。かわいい。上級妖精。弱そうね、あなた。なんかプレイだな、妖精。希望の光が見えます。お尻の心。おお本当です。わかりました。これ冬みたいなのとちょっと怖いんだけど。これで僕も今より強くなれるよね。さあ、はい、クリア。死ぬかと思ったけどなんとかクリアした。田舎臭いわね、ふざけんな。どうかと見下しやがって。おってか島広くなってね。
あ、レベル上限解放したよ。これできんのね。モンスターの超ちょっと一人で行くのは僕たちも一緒に。いいんじゃないかな、あの一人でも行かせて。そうだね、上限もうさ、もうみんな上限レベルいっちゃってるんだよね。だからちょっとこれで解放するか。実践バルタ。あ、レベル21以上、幸せが満タンで過去に出世したらやっぱり人間が必要です。なるほどね。じゃあ限界突破はとりあえず1回はする必要あるんだ。あ、ここね。お金かかんの？あ、でも待って、めっちゃ体力上がるな。あ、ワンちゃんがちょっと復活プラス2。今回なんだね、あのアンテナが進化とかそういうものはないんだ。プラスなんとかな。あ、この子があるか。まだ幸せレベルがマックスじゃない。かわいい、この子の素顔は今みたいな顔してんの。あ、SP カラーになった。何 SP カラーって。あ、スペシャルカラーってこと。幸せも最初からなんだ。 SP カラーって何。あ、前よりきらびやかな。あ、あ、なんか弱点消えた？もしかして。あ、弱点消えたくない？うん。あ、じゃあということで。次回はちょっと精霊のね、さっきのやつと、一緒にちょっと冒険をしてみたいと思います。これはちょっと上限も解放してね、妖精の、精霊の心を解放したって感じでね。では、終わりにしていきたいと思います。お疲れ様でした。また。